はい、皆さんどうもこんにちは、チークです。今回もですね、ドラゴンクエスト4の実況やっていきたいと思います。前回ですね、ミニアとマーニャのお話がまあ終わりました。バルザックを倒すところまで行ったんですけど、まあ裏ボスというかね、その真の支配者というキングレオってやつに、ボッコボコにされて、今の二人じゃもう倒せなかったということで、再度ね、二人で旅に、いろいろな人に助けてもらいながら、旅に出たというところで前回は終了しましたね。で、今回からですね、第5章、実際ね、一番最初の序章で出てきた、緑髪の男の子、主人公のお話になっていきます。この章でですね、今までのライアン、アリーナ、クリフト、ブライ、で、トルネコ、ミネア、マーニャ、この、7人かな ?7人ですね。7人が、勇者のもとに集まります。で、こっから、こっからね、ストーリーが本格的にスタートしていきます。ということで、まあ、実際ね、やっていきましょう。はい。第5章、導かれし者たちということで、まあ、ほんと、こっからがね、一気にこう、巻き返しになるんで、楽しみですね。エンドールから遥か東の山奥に名もない小さな村がありました。その村に住む人々は決して表には出ず、よそ者を寄せつけず、ひっそりと暮らす毎日。村人たち以外はそんな村があることさえ知らないはずでした。しかし。さあ、できたわ。はい。これがね、一番最初にも言った通り、主人公を育ててくれてる、まあ、育ての親ですね。主人公は、本当の親だったと思ってるんで、自分の運命を知らないんでね。けど、実際このお母さんはお母さんではないんですね。育ての親ということで、まあ、この勇者を、実際にこう勇者に育て上げるために、村がね、もう総出で協力してくれてます。お母さんはね、本当は勇者とかはもう抜きで、もう本当の子供のようにした、思ってくれてるんで、まあね、一緒に暮らしたい、何事もなく平和に暮らしたいと思って、もう情がね、芽生えちゃってるんで。実は昨夜、旅の指針が迷い込んできましてな、村の掟を破ってつい助けてしまった。災いの種にならねばよいのですか。はい。皆さん、これちょっと覚えとってくださいよ。この村には君のような子供いたのですが、私は旅の詩人。参道で迷ってしまって、この村にたどり着いたのです。しかし、この山奥にこのような村があったとは全く驚かされ。はい。この男ね。これが、まあ、今は言いませんけど、みんな大好き。まあ、みんな大好きというか、僕はあんま好きじゃないんですけどね。はい。散歩会いい天気なで。村の入り口、怪しい奴が入ってこの世を見張っているんだ。村の外へ出たいか。しかし、まだその時ではない。今のお前ではまだまだ力不足なのだよ。ね、やっぱみんなこれ知ってるんですよね。なんで、この主人公が勇者っていうのを知ってるのかはわかんないんですけど、正直。なんでかみんな知ってます。お父さんに弁当届けないかんのかな。で、これがシンシアちゃんね。まあ、多分恋仲ですね。恋仲なんかな?ちょっとわからんけど。幼馴染みたいな。大人になった私たちがこの村でいつまでも幸せに暮らしている目。この村が大好き。チークも大好き。だからいつまでも一緒よ、チーク。かわいいね。これマジでかわいいよね。ドラクエのね、まあ、5とかもそうなんですけど、4の主人公がね、結構悲惨な人生なんですよ。まあ今は言わないんですけど、まあまた。結構ね、4の主人公、なんか天空系の主人公って結構悲惨な、なんか人生を歩んでるようなイメージなんで。よう来たな、チークよ。今日はそのあたりライディーンの呪文を教えて。すごいな。このじいさん、ライディーン覚えとんか。普通に教えてほしいよ。何も見つからない。特にね、何もないんですよね、最初なんで。これが最初に稽古をつけてくれた師匠みたいな、剣術の師匠ですね。
こは最初に取った件関係ないんか。取ったかな。村の倉庫。あの最初にね、僕これ主人公を見た時に、あの天空装備最初からつけてますみたいなこと言ってたんですけど、これ天空装備じゃないですね、全然。なんか見てたら単純な兜でしたね。なんかフォルムが天空装備なんですけど、全然違いました。で、これがね、育てのお父さんになります。ところでチーク、そろそろ17歳。大人の仲間入り、17歳で大人の仲間入りですね、ここは。強く正しく生きるのだぞ。たとえ何が起こっても。なんかめちゃくちゃ、フラグ立ててきてないこの人。何が起こってもな。みんなね、やっぱちょっと何かしらこう予知というか、感づいてるんですよ。ご苦労だってね。じゃあお前もご飯にするかい。そこにお座り、すぐに支度をする。さあ、家族団らんの最中にですね、ちょっとこの村が魔物たちに見つかったんです。奴らは村のすぐそばまで来てる。チウケ、私のことはいいからすぐにお逃げ。さあ急いで。さあ、魔物が攻めていきましたということで、村のみんながね、やたらこの主人公を逃がそうとします。あなたにもしものことがあったら、私、とにかく隠れて、私もすぐに行くから。さあ、なぜみんなはこんなに主人公を逃がすのか。ね、勇者に育てられたものをということで、やっぱりみんなは勇者に育てるために今までこう、チークをかくまってたと。今まで黙っていたわしたち夫婦はお前の本当の親ではなかった。詳しい話をしたいが時間がない。今は隠れるんだ。お父さんもね、すごいいい人なんやけどね。この村の人ってほんといい人しかいないんで、主人公一人守るためにもう村がね、全員総出で戦うんですよ。めちゃくちゃいい人たちやのに、ね、ちょっと報われずにっていうことで、魔物どもの狙いはお前の命、魔物どもはお前が目障りなのだ。お前には秘められた力がある。いつの日かどんな邪悪なものでも倒せるぐらい強くなるだろう。しかし今のお前はまだ弱い。とにかく逃げて生き延びるのだ。お前にこれを渡してきっと役に立つ時があるだろう。モンスターズが、いやーこれ俺何回やっても思うけど、これいるかな、このギリギリで渡すものって思うんやけど、もっとなんか重装備とかさ、世界地図とかさ、なんかあるやん、もっとそういうのが欲しいよね。さあ、新使者来ました。チーク、今まであなたと一緒に遊びとても楽しかったわ。でも大丈夫、あなたを殺させはしないわね。これカエルに化けてた呪文をね、今度主人公の姿で使うんですよね、シンシア。さようならチー、これもうめちゃくちゃ悲しいよね。で、魔物どもはこの勇者を仕留めれればいいんですよ、とりあえず。デスピサロ様、デスピサロね、これあの第2章のアリーナの武道会、武術大会でいなくなったやつですね。よくぞ勇者を仕留めた。貴様には後で褒美を取らせよう。はい。ということで、まあ嫌な予感しかしないんですけど、みんなが嫌いなこの無音ですよね。これ村の外に出ると、まあね、こういう、もう見るからに悲しいよね、これ。あっちこっちボロボロで、村人一人もいないし、シンシアちゃんもね、いなくなってます。羽帽子。これは多分、シンシアの形見みたいなもんかな、多分。はい。ということで、魔物にね、この主人公を一人のために、魔物に一つの村が滅ぼされたということで、まあ、ここから主人公の旅は始まりますね。さあ、ここら辺、なんかあったかな。あんまりここら辺も覚えてないんやけど、命の木の実、木の実もね、基本的には使わずに行こうかなと思ってます。あの1とか2は袋がなかったんで、どうしても持ち物がねその分減っちゃうんで、それはちょっと使わざるを得なかったんで使ったりもしたんですけど、まあ基本的にはね、使わないように木の実とかはします。何度おめえ旅の門かい。ここは見ての通り木こりの家だ。しけた面してんな。陰気くせえガキは綺麗なんだよ。てめえみてえなガキはさっさと山を降りやがれ。南東に行けば城があっからよ。
ね、ツンデレおじさんが南東にお城があるよっていうのを教えてくれたんで、南東って右下よね、そうよね、ここかな。ここはプランカのお城、魔物の親玉を仲間に倒すということで、主人公の故郷はここら辺から始まりますね。邪悪なるもの目覚めるとき勇者もまた目覚め。邪悪なるものっていうのがさっき言ってたデスピサロだよね。あ、ちょっとネタバレになっちゃいましたけど。さあ、鎖かたびらが欲しいね。ちょっと守備力20ぐらいはちょっと欲しいよね。武器の店、クロスボウが弱いな。銅の剣は持っとる剣、とりあえずはいいかな。勇者様が魔物たちに倒されたそうじゃからの、うん、ね、やっぱあのシンシアが化けてくれたことで、まあ勇者は倒されたということになってる。ね、これ西の大国エンドールによく当たる占い師が来てるそうだ。これ結構ね、まあ、気づく人は気づきますよね、ここで。エンドールで大人気の踊り子。その踊り子には妹がいてね、二人で勇者を探して旅をしているって言ってたわ。ここは道具屋かな。トルネコという男が掘ってくれた洞窟のおかげで西のエンドールにも行けるようになりました。で、トルネコが三章で洞窟を開通したのは、こっちの、勇者のがいた大陸とエンドールの大陸をつなぐための洞窟だったんですね。なんで、やっぱこういうのがね、やっぱこう巡り巡ってなるようになっていくんですよ。運命からはまあ逃れられないというか、運命に従って、物語が進んでいくよと。ということで、西の大陸にエンドールがあるんで、とりあえずそっち向いていこうかな。仲間がね、多分いるんで、はい、ここね、やっぱ皆さん見覚えありますよね。トルネコが掘ってたとこですよね。このトンネルを掘ると、あれ、ここってなんかなかったっけ？なんかね、ここ、なんかたまにさ、あれ、ここなんか何人目ぴったりのお客様みたいな。慣れないな。気のせいか。トルネコに会ったらこのじじいが心配していたと伝えてください。ね、あのじいちゃんがあの6万ゴールド持ってこいとかって言ったじいちゃんですね。さあ、この上かな？にエンドールがないな。下か。エンドールがこの下に、ちょっと待ってね。敵に会いたくないな。橋はみんなのもの、壊さないようにします。これもし誰が壊したのね。ドンガーデかなんかが多分直したんだろうけど、エンドールの城下町にようこそ。ものすごく色っぽい娘がカジノに降りていった。たまんねえな、たまらんよね。わかる、その気持ち。この姉ちゃんは普通のバーテンか。これ4章とか2章で取った件ないんかな。もうあんまりそこら辺もわからんのよね。ないとか、5章になったら復活しとるとか、そういうのもあるんかもしれんけどね。ボンモールとエンドールの人たちも結婚できたんで、人間同士の争いはやっぱりしたくないと。のね、人間同士が争うのが一番醜いけんね。本当に醜い。さあ、ここがカジノで、ここにね、見覚えのある姉ちゃんがいるんよ。話しかけないで気が散るでしょ。ここで負けた分を取り戻してミニアをびっくりさせてるの。これやばいよね。めちゃくちゃギャンブル中毒。父親が殺された女とは思えんよね。逆にちょっと逃げ場がないんかな、ストレスの。ストレスの逃げ場がなくて、もうここに当たるしかないみたいな感じにも見えますけどね。
早く酒場にでも行って一杯やりてえな。まあ、多分ここね、多分何にもないんで、探索、この人の占いはよく当たる。来ました。占いはいかがですか？ 10 ゴールであなたの未来を見て差し上げましょう。占って差し上げましょう。あなたの周りには7つの光が見えます。まだ小さな光ですが、やがて導かれ大きな光となり。え？もしや勇者様？あなたを探していました邪悪なるものを倒せる力を秘めたあなたを、私と姉のマーニャはあなたと共に暗黒の力に対抗すべく運命づけられたもの。この世界には私たち姉妹と同じ運命を背負った者がいます。まだ見ぬ彼らと力を合わせ、地獄の帝王の復活を阻止するのです。勇者様、私たちを導いてください。はい。ということで、第4章、ミネヤとマーニャのね、うち一人、ミネヤが仲間に加わりました。これで、仲間一人目ね、ゲットです。だいぶね、レベルも高いんで、これ武器とかも、ね、レベル10やろ？レベル10で、武器も、ね、最新というか、4章で揃えたやつになってるんで、めちゃくちゃ強いんですよ。で、マーニャがカジノに吸ってるっていうことで、まあ、さっき見たんですけど、ミネを連れてちょっと、目を覚まさせに行きますね。こいつはほんとダメ。いかん。何邪魔しないでよ。姉さんやっぱりここ立ったのでギク。私が占いで稼いでも全部カジノにつぎ込んで、もう一文なし。いやほんとね、やばいね、これマーニャ。けどマーニャほんと心根はめちゃくちゃいいやつなんで、なんかやっぱ裏面キャラというか、天真爛漫に見えてミネア大好きなんで、ここめちゃくちゃ仲いいんですよ。こちらの方は私たちが探していた勇者様。わお、ちょうどいいじゃん。これから先は勇者様に占ってもらいましょう。はい、これでね、第4章の仲間、ミニアとマーニャを、仲間にすることができました。当分この3人で行動します。ハーレム状態ですね。羨ましい。東に行けば何かが見つかると占いにはそう出ています。ね、便利よね、ミニア。ちょっと困った時話したら多分占いでちょこちょこヒント出してくれるはずなんで。はい。ということで、東に行けば何かが見つかるとかって言ってるんで、東に行きましょう。ちょっとレベル1なんで、レベル上げも兼ねてきたよね。で、さっき、これがボンモールのお城かな？これボンモールよね。お金持ちの男いないかしら。ね、戦争もね、結局なくなったんで、結構いい感じになってますね。防具のインフレも、経済のインフレもなくなって、普通に防具屋さんも商売をできていますね。結婚式に出ておられる。この結婚式はエンドールでやりようかな、確か。さあ、特にこっちは何にもないかな。東って言ったんで、ちょっと戻って、さっきの洞窟に行ってみようかな。確か洞窟に何かがあったはず。あんまり覚えてないけど。で、ここら辺から作戦ができるんですよ。この二人がね、レベル高いけん、最初はね、結構サクサクレベル上がっていくと思うんで、勇者のね、ちょっと装備をね、ある程度整えたいんですよね。東ってこっちあったかな。メラゴーストも結構、おー、いいね。ミネア姉さん結構なんか、会心率高い。気のせいかな。こんなもんかな。ここ何？こんなのあったっけ？あ、これあれか。トルネコのやつか。あー、トルネコのやつや。あ、なんもないなんもない、ここ。ここ違うわ。全然違う。おい、痛い。
東って多分こっちじゃないんで、こっちかな、これか、あ、来た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 、これこれこれ、俺がやったのこれ、なんか寄ったね、最初寄ったやつ、何人目のお客様的なやつ。トンネルが開通してからあなたがちょうど1000人目です。おお、いいね。カジノのコイン、まあカジノはちょっと今回はしないんですけど、ここがブランカのお城、ブランカのお城で東って言ったけん、もっとこっちかな、こっちやったっけ、なんかあった、ああ、はいはいはい。なんとなく思い出した。さあ、ここになんかぽいのがいますね。ぽいのが。何とは言いませんけど、なんかぽいのがいるね。移動はない。馬車って結構使えるよね。15ゴールド。この砂漠も馬車で越えられると思ったので、持ち主があれではな。持ち主になりましたが、あいつは私の一人息子でして、あいつは以前仲間と一緒に東の洞窟へ行ったんです。馬のパトリシアが血まみれのあいつを背中に乗せて戻ってきて、それ以来あいつは人を全く信じなくなってしまったのです。洞窟で仲間と何があったのか私にも話してくれるのです。親父である私にも。はい、ということで、ちょっとこいつがね、一人息子ちょっと話を聞いてみます。世界を救う旅をしてるから馬車を譲ってくれたって。ダメだダメだ、嘘の匂いがする、信用できないの、あんたには悪いが俺は誰とも会いたくないんで、さっさと帰ってくれ。嫌だ、わからない人だなあんた、そこまで食い下がるなら俺の話を聞かせてやるよ。これでも俺は昔旅をしていたんだ。ある時世界で一番大切な宝物が隠されているという洞窟の噂を聞いたんだ。俺は友達と二人でその洞窟に入ったよ。でも一番の友達と思っていたのに突然俺を裏切って、クソ嫌なことを思い出してないから、もう誰も信じない、帰ってくれ。はい、ということで、あれあ、間違えた、あ、間違えた、東の洞窟ね。なんでちょっと東の洞窟に行ってみましょう。友達が裏切った洞窟に行きましょう。ということで、ちょっと今回はね、ここまでにします。無事第5章が今回からスタートしました。ちょっとね、レベルが低いんで、ちょっとレベルを上げて、次回の、動画で東の洞窟に向いて、行こうかなと思います。ということでですね、今回の動画はここまでにします。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。